皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ジャレコより1986年10月31日に、ファミコン用ソフトとして発売されたミステリーアドベンチャーゲーム。豪華客船で起こった殺人事件の謎を推理する。探偵チャールズ卿を操作して、助手のワトソンと共に船内を歩き回って事件の手がかりを探す。個性豊かな登場人物、複雑に絡み合ったストーリー、一瞬たりとも気の抜けない仕掛けられたトラップなど、ゲームの世界に引き込まれる工夫が満載となっている。ストーリー。セントルイスからニューオリンズへ向かって、ミシシッピー川を南下するデルタプリンス号。乗客の探偵チャールズと、助手のワトソンは、一等船室の4号室で、ブラウン氏の死体を発見します。事件を捜査するチャールズと、ワトソンは、海下に転がった小さな弾丸、グリップだけの銃、謎の手紙などの証拠を、見つけ出し、真相へとたどり着きます。問題点。死にゲー要素。理不尽なトラップが仕掛けられている。特定の客室で落とし穴が仕掛けられており、落ちるとゲームオーバー。しかしどう見てもバラエティ番組によくある落とし穴にしか見えない。線の中の落とし穴とは、仕組みは一体どうなっているのだろうか。強度不足という欠陥によって、穴ができ、転落し、都合院に解釈したいところだが、ワトソンが、誰かの罠だったんだ、と、断定している。そもそも一階下の部屋など、ワトソンが、この高さから落ちたのでは先生は、と案ずるほどの高さではない。怪我は、してもおかしくないだろうが、それだけで簡単に死亡するチャールズ卿はスペランカーや真の勇者並みの、虚弱体質とでも言うのか。特定の客室の壁から飛んできたナイフに、刺され、やはりゲームオーバー。部屋に行った途端、主人公めかけて一直線に、飛んでくる。主人公の移動速度が、遅い関係上、すぐに避けなければ即死である。ちなみに、ナイフが飛んできてから一歩も、動かずにいると、見事に主人公の額に、突き刺さる。そのシュールな姿はよくネタにされる。逆に回避がわずかに遅れると、グラフィック上は帽子の上を焼けた状態なのに、刺さったとみなされゲームオーバーとなる。これらトラップのせいで、死体発見前に死体と、カスなどとは本作ではよくあること。しかし事件が解決しても、これらのトラップを用意した人間は謎のまま。そしてワトソンのセリフ、ああ、もし、最初から、やり直す、ことが、できれば、なんとか、なるのに、がプレイヤーを脱力させる。穴に落ちた時だけ、なんとか、なるのに、となっている。なおこれらの即死トラップは、PC 版では入室できなかった部屋を、使った FC 版オリジナル要素である。ゲームシステムの問題。推理物のようではあるが、感化層あたりでしか進められないシステム。特定の証言をワトソンに、メモ、させないと、他の人への聞き込みで活用できず、そのメモは証人1人につき3つまでしか、キープしておけない仕様が癖物となっている。どれが重要な証言かが、わからないと先へ進めない。しかも証言を一度聞いた後に、同じ人物に同じ事柄を、尋ねても、どんなに重要な証拠を、喋っていても、もう言いました。さっき、話、
ましたよ、としか、言わなくなる。メモし忘れた、あるいはもう一度聞いてメモしたくなったと、思った頃には時すでに遅し。証言のメモし忘れへの、ペナルティがゲームオーバー等は、きりと諦めがつくものではなく、気づかぬうちに先に進めなくなる、手詰まり、であることも、シャレにならない。同じ ADV でも選択ミスがほぼゲームオーバーで、同じ場面をすぐやり直せる、シャドウゲート、の、方がまだ良心的である。こうなると電源を入れ直すか、落とし穴やナイフを使ってわざと、ゲームオーバーになるなどして、ゲームを最初からやり直すしかない。証拠品が意味不明なところに、隠されている。まるでいい加減なフラッシュ脱出ゲーム的ノリ。いちいち自室に帰らないと、証拠品整理や分析が、できないのも不親切。ミステリーとしての問題。回収しきれていない伏線がある。会話に脈絡がない。例を挙げると、関係者を殺人現場に、連れて行き死体を見せた場合、ああ、ブラウンさんですね、と妙に、冷静。しかしそのままコマンドで被害者について、聞いてみると、なんですって、ブラウンが、と一転して驚く。馬鹿にされているようにしか思えない。登場人物の目に余る言動の、数々。若くて可愛い売春婦、と、こうにすることが望ましくない他の、乗客の情報を平然と、打ち明けたり、趣味で鳥を銃殺したり、私物である宝石を船長に、預ける乗客と方や、責任を持ちたくないから、とその宝石を、施錠していない金庫に放置している船長など、誰も彼も常識や倫理味が、欠落している。人間関係が極めて険悪。あの下品な若い女か。洋服の気泡などからわかりますよ。あいつは、人間のクズですよ。下品で無教養で信用できないやつですからね。彼のような人のことをお聞きになるなんて、侮辱ですわ。もう2、3人ほど被害者が出てもおかしくない状況である。これらが事件解決の鍵や、終盤への伏線になっていたのなら有意義な演出と言えるのだが、そんなことはなかった。そればかりか口述する結末の、不可解さを余計に助長している。事件全容の推理やトリックも、極めていい加減な上に、探偵の推理内容と犯人の、言動が噛み合っていない。事件の起きた部屋に銃弾が、なかったことに対し探偵は、弾丸は彼の、体を貫通しとこう転がった。そのうちにとこの隙間から下に、落ちたのだろう、と推理している。加えて助手はそれに対し、だから弾丸が、下の部屋にあったんだ、と、納得している。確かに事件現場の真下の、部屋に弾丸は、あったのだが、そうだとすれば落とし穴といいとこ、天井は足踏みもままならないほど、脆いということになる。さらに、その弾丸は机の中から発見されているのだが、自動的に弾丸が机の中にいるのだろうか。凶器の行方についても、柵に当たったピストルは重心と、グリップの二つに折れて重心は海に落ちたがグリップは柵に引っかかったままになってしまったのだ、と推理しているが、柵に投げて当たっただけで壊れる程度の対衝撃性ならば発砲した時点で粉々になってしまうはず。そしてこの線が航行しているのは、ミシシッピ、川、であり、海上ではない。銃声が聞こえなかったことに、対し探偵は、他の乗客に、上述の毎朝鳥を、撃つ癖がある人物がおり、鳥を撃つ時間に持っていた2丁の、ピストルのうち1丁を箱から出して、被害者の部屋へ行き、その乗客の銃声に、合わせて射殺した、と推理しているが、犯人は、被害者は自分の、船室に来るように告げられて、部屋に行った後争いになりやむなく、発砲した。殺す気はなかった、と証言している。だとしたら鳥を撃った乗客の、銃声と被害者を射殺した銃声が、全く同じ時間に聞こえたのは、偶然なのだろうか。さらに犯人は、私は錯乱状態に、陥ってしまった。ピストルをきれいにしていると、いかやく、と発言しているが、果たして錯乱状態に、陥りながら証拠隠滅を、図れるのだろうか？こうしてようやく犯人を追い詰めても、他の乗客が一斉に、犯人の弁護をし始める。
しかもまるで真相を暴いた主人公が、悪いかのように言い出すばかりでなく、それまでの捜査時に証言しなかった重要な証拠や、事件の背後要因等を、今更になって次々口にした挙句、勝手に犯人を正当防衛の、無罪と断定する。殺人の動機に少なからず同情する余地は、あるものの、そういった重要事項を、探偵に証言せず、だんまりを決め込んでいたのは、他ならぬ犯人以外の乗客たちである。後出しじゃんけんもいいところであるし、何より捜査を主人公に、任せっきりにしていたくせに、何様のつもりだ。加えて前述の落とし穴や、飛びナイフのような凶悪なトラップを、あちこちに仕掛けて無関係の探偵まで、殺そうとしていたのに、その件については一切追及されない。犯人が仕掛けたものならば、到底無罪とは言えないし、そうでないというのなら一体誰の、仕業なのか。その犯人も、とても正当防衛で死むなく、人は辞めてしまっただけとは、思えない行動、をとっており、常軌のいい加減なトリックからも、わかるように、計画性や共犯者の、存在を匂わせる様子も、多く、無罪と結論つけるにはあまりにも、無理がある。しかしラストの弁護ではそれらについては、一切スルーされる。ここに来てこの事件の根底には、所有していた銀山の、採掘権を騙し取られ両親を、失った娘の復讐劇、というシリアスな背景があったことを、めかされるのだが、上述の理不尽かつ尻滅裂なシナリオ展開が、すべてをぶち壊しており、全くもって感情移入できない。序盤では事件を悲観したり、被害者を哀れんでいたりしたのだが、船長、そんな、彼はこの船の共同経営者なのに、被害者の息子、実は、あいつは俺の父親なんだ。しかし犯人が確定した途端、船長、彼女は当然のことをしただけです。被害者は彼女の父親を自殺に追い込んだ奴ですよ。被害者の息子、勝手なことを言うな。奴は彼女を脅していたんだ。中略、彼女は自分の身を守るためにやったんだぞ。それなのにひどいじゃないか、と、一斉に賞を返す始末。乗客たちに押し切られるままに、我々は大いに反省せねばなりませんな、とあっさり犯人の追及を取り下げる探偵も大概である。これでは真相を暴いたプレイヤーが、放われない。助手は、記録に残る事件でしたね。先生、とドンキにのたまう。他の事件関係者に非難され殺人犯を、忖度したなどという事件の、記録が世間に知れ渡れば、立場が危うくなるのは探偵たちであろうに。この他の乗客も前述の、通りやたら人間関係が、険悪な上に、捜査段階ではやたら他人を、疑ってかかっていたのだが、シナリオ終盤で犯人が、追い詰められた途端、これまで信長ぶりが嘘のように、一致団結して犯人の、弁護に走っていることや、捜査段階で重要な証拠や、事件の背後要因や人間関係を、証言してなかったこと、そしてさも最初から犯人を、知っていたかのような言い回しをしていることも、手伝って、一部のユーザーからは、殺人を、起こした犯人の他にはなお、仕掛けたりアリバイ工作を、したであろう共犯者がいる、という説、さらには、チャールズとワトソン以外の、登場人物が全員グル、という説が、囁かれている。なお、古典推理小説にも、登場人物の、大半が犯人とグル、という作品は、ある。アガサ・クリスティのポアロシリーズのある一作など、が、その場合はラストで探偵が、事件解決時にはっきりとそれを、指摘するものであり、仮に本当に登場人物の、大半が共犯という設定でもこのような終わり方ではミステリーとして、問題である。また、ゲームシステム上の仕様なのだが、ワトソンは一切トラップに、引っかからないことから、トラップの仕掛け人はワトソン説まで、浮上する始末である。ファミコン半独自の問題。
ローカライズ移植作としてみると、オリジナル版から劣化した部分や、アラが多い。死にゲーなのに、セーブ機能が削除されており、プレイの度に最初からやり直さなければならない。操作も中盤に差し掛かった頃あたりに、ついうっかり部屋を間違えて、飛びナイフに刺されることも。もう嫌だこの線。言語版にはセーブ機能があるので、死んでも途中からやり直せた。死亡時のセリフ、やり直すことができれば、は、おそらく、セーブ地点からやり直すこと、を指していたと思われる。移動速度がとにかく遅い。言語版はもっと早く移動できたのに、FC になって大幅に鈍化してしまっている。上述の、なんとか、なるのに、の他にも日本語分けのテキスト面に、アラが見られる。プロローグのテキストの時点で、ツッコミどころ満載。元気、つけているかの、ようです、殺人を、解決、という語字、稚拙な語彙表現や、それまで、デスマス、上で、語られてきたのに殺人事件発生を、めかす部分だけ語尾が、だろうか、になっているという文体の、一貫性のなさが確認できる。あるが意向的ではない乗客が、不合の乗客から社交界に、出るようにとしつこく進められている話を、する際、私を社会に参加させようとしているが、全くの無駄だ、と語っており、その人物が引きこもりであるかのように、誤解しかねない。社会、が、社会、と、社交界、の両方の、意味を持つことによる誤訳と、思われる。序盤の流れが不親切になった。言語版は最初に犯行現場の、部屋しか入れず、これを船長に報告してから他の、部屋にいることを認められた。このためよく言われる、事件発覚前に、トラップの部屋に行ってわけも、わからず死亡、という展開は起きなかったのだが、このフラグがなくなってしまったせいで、ゲーム開始直後には何かかって、即死する事態が起きるようになった。もっとも理不尽なトラップ自体については、FC 版は実は、これでも緩和された方だったりする。言語版ではドアを開けようとすると、物が落下してきて首の骨を、へし折るという極悪トラップがあり、しかも、ドアを開けようとした瞬間に、ランダムで発生する、確認したら即座にドアから離れないと、死んでしまう。これはどう考えても無差別殺人ではないだろうか。スプライト表示可能数の、問題なのか、真犯人と犯行のトリックを、暴いた後に他の乗客たちが、弁護士出すシーンでは、乗客が、部屋にいる、発言、退出、という一連の、行為を一人一人繰り返すという非常に、不自然な描写が見られる。ボタン連打でテキストを早送りすれば、ファッションショーさながら。言語版でも同様に一人一人探偵の、前に来て発言するが、こちらは全ての乗客がちゃんと、部屋の中に集合している上での、描写である。言語版に存在していた事件解決後のエンディングが削除された。このため、クリアートの演出は画面はそのままで、ゲームオーバー、おめでとう、チャールズくん、といった祝福のメッセージが表示されるだけという非常に味気ないものになっている。スタッフロールも存在しない。ゲームオーバー表記に関しては、後述の言語版のエンディングを反映したものとも解釈できるほか、ゲームは終了した、という講義で、捉えれば間違っておらず、当時はクリア時にゲームオーバーと、表示されること自体は、そこまで珍しくはない。だが、ただでさえ腑に落ちない結末であるがゆえに、プレイヤーにとってはひたすら骨折り損のくたびれ儲けである。さらに、ここでページ送りをすると大事なことなので、二度言いましたとでも言わんばかりにもう一度ゲームオーバーの、文字が表示される。言語版のエンディングは、これから到着するニューオーリンズでも、数々の事件に遭遇するかもしれないが、今日はもう十分に刺激的だったことだしアイスクリームでも、
買いに行こう、といった会話が、繰り広げられた後、死体発見時、ゲームオーバー時の、BGM が流れるという、こちらも実になんとも言えないものとなっている。評価点。当時のミステリーゲームとして浜田少なかった、三人称視点のマップを、探索して調査するシステムを、採用している。本作発売当時、ミステリーゲームといえばポートピア連続殺人事件のようなコマンド形式が主流だったため、この手のゲームとしてはかなり斬新なシステムだった。それだけに、即死トラップの多さや、移植に際して劣化した移動速度などの点で、遊び硬さにつながってしまっているのが、残念なところである。短いジングルではあるものの、乗船者のいる部屋に行った際の、BGM が人物ごとに、個別に用意されている。今となっては落とし穴やナイフトラップの、方がネタとして有名になっており、その点では愛されるクソゲーと、言えなくもない。本来の遊び方ではないが、開始何秒で穴に落ちるかを、せったり、船長室 BGM 終わりの、効果音、アタック25の、早押しボタンの音、お何度も聞いたりといった楽しみ方を、乱す人もいた。そういった遊びができる点は、まだ救いがあると言えるか？総評。妖芸のローカライズではあるが、トリックはいい加減、シナリオも、不可解で突っ込みところ満載、理不尽な仕様に、最悪な UI、演出、グラフィック面でもチープで、当時としても褒められたものではない、滞り切っても問題点しか、出てきず、クソゲーと断ずるたないのが、実情である。余談。言語版におけるワトソンの、本名は、レジス、フェルプス、リージス、フェルプス、であり、馴染みやすい名前に、との判断で有名な推理小説シリーズであるホームズシリーズにおける主役の、相方から名前を拝借したようだが、さすがに主人公、さあ、チャールズ、フォックスワース、を、ホームズにするのは控えている。実は双葉社が出版していた、冒険ゲームブックシリーズ、の、一作として本作の続編的作品が、存在する。本作の事件の犯人が、射殺されるという衝撃的な幕開けであるが、本作で放置された伏線が、回収される補完的作品、ではなく、物語そのものは本編とは、関連がないオリジナルのものであり、主人公も本作の二人ではなく、2キャラの少年たちである。FC 版発売の翌年に、MSX2 版が同じく、ジャレコから発売されている。タイトル画面や聞き込み画面の、顔グラフィックが書き換えられていたりと、単なるベタ移植にとどまっていない点がある。